もなおちんです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日ですけども、主人公バルがいい感じに仕上がりましたのでご紹介していきますね。ストーリー中はバルをずっと使ってたんですけども、クリア後ちょっと影が薄くなったかなというところですけども、まあ、ちょっと構成を組み上げたところ意外と強くなったので紹介しますね。ジョブは森人、初期職ですね。で、武器はランスが一番使いやすいかなと思っております。で、アビリティシードはこんな感じです。攻撃力とクリティカル特化となっておりまして、まあ、サブに行くこともありますので聖剣の導きはつけております。まあ、こんな感じですね。で、クラスアビリティですけども、こんな感じにしております。セイバー系を使うと攻撃力が上がるやつプラス、耐久力を重視して、まあ、上げております。まあ、火力もこれで結構上がるのでいい感じではないでしょうか。で、エレメントボードですけども、こんな感じで風、月で、水は別に上げなくていいんですけども、まあ、風、月、木、そこを上げております。ちょっと闇も上げようかなと思ったんですけども、ちょっとポイントが足りませんでしたね。闇は HP が少ないほどダメージが上がるので、まあ、別の使い方ができるかなと思っております。はい。ということで、バルを実際使っていきましょう。まず、戦闘が始まったらば、セイバー系の魔法を入れます。で、このセイバー系の魔法を入れると、めちゃくちゃな、ダメージが 50% 上がります。 50% って結構でかいですね。あ、でランスは飛んでるやつにはちょっと弱いですね。まあまあ全部の武器に入れるかな。バルです。片手剣も体験もあまりこの飛んでる敵には効果が薄い。まあその中でもランスは火力は出る方だと思います。とにかく特殊攻撃、これが強いです。特殊攻撃ランスはなんかイメージとしては攻撃範囲短めのような気がしますけども、攻撃範囲はものすごく広いです。特にこの特殊攻撃でぐるぐる回るんですよ。これはね、結構敵をね巻き込んでくる。で、こっち盾はね強化していくんですよね。盾を強化することによってアビリティが発動して、防御力、魔法防御力、そこら辺が上がりますので、まあ、戦闘が始まったら、あ、まあ、今はしなかったんだけども、セイバー系を入れて盾強化ですね。で、セイバー系は月とがあればいいかなと思います。盾で十分かな。 SP を回復するのと MP を回復するの、これをつけてればではないでしょうか。まあ、敵の弱点によっては、弱点属性を入れていってもいいと思うんですけども、基本的には、この危ね、これさえ入れておけば間違いないでしょう。まあ、特に MP タイプなんかはね、 MP を使うキャラクターにはすごくオッケー。 HP 回復も、まあ、若干ですけども回復しますので、ヒーラーの助けにはなるんではないでしょうか。やはりね、片手剣と体剣よりもランスの方が使いやすいんだよな。私だけでしょうか。もうずっと片手剣を慣れようとしてたんだけど、いやいや、こっちの方が断然戦いやすい。わお、セイバー系入れるの忘れるな。セイバー系は入れないとダメージがちょっとしょっぱくなるので、必ず入れておきましょうね。
はい、はい、ということで今日はバルがいい感じになりましたのでご紹介でした、まずジョブですけども、初期職の森人で、武器はランスがいいかなと思います。でアビリティシードはこんな感じで、攻撃力とクリティカルを上げるようにしてください。でクラスアビリティはこんな感じです。はい、でもってエレメントボードですけども、風と月そして木、これを上げてれば間違いないですね、また闇も上げれば別の使い方もできるので、まあ、そこも上げてもいいかなと思っております。はい、ということでバルでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。